ララノンです。ときめきメモリアルガールズサイドフォースハートやっていこうと思います。今日はエンディングまでいけるんじゃないかなと思うんでね、どのエンディングになるのかお楽しみに。とりあえず勉強が確か良かったはず。勉強はいい感じだな。クリスマスパーティー、もう10リッチのもの買います。今お金あるんでね。これだよね。これだったはず。寮にはこれが良かったはずなんで、これを買ってきます。パーティーは、さすがに去年と同じドレスは嫌だなって思って、ドレス買ったんで、結婚式っぽいピンク。キュートっぽくないですか？で、やっぱここはせっかくなんで、寮がくれたアクセサリーをつけていきましょう。なんか変えたいな。って言いつつ変える。もうパーティードレスってことでこの辺ですかね。オッケー、パーティー会場に行こう。去年もつけてた。誰だ生徒代表。イクくんか。メリークリスマス。マリーが主役か。完璧。もうドレス着てきてよかった。本当だよ、ドレス1年目は着てなかったから。お、メリークリスマス。メリークリスマス。楽しんでるみたいだな。そうだね、お前が楽しんでるなら俺も一緒に決まってるだろ。そこまで一緒なんだ、一心伝心。お前がドレス着て目の前にいてくれてるだけで、もう何もいらない。本当にプレゼントいらない。綺麗なドレスで来てくれてありがとう。つってここは、ね、一緒。俺のためってことで調子乗んな。結婚式みたいな。でも気に入ってもらえたみたい、よかった。料理とドリンク取ってくれ。ラ、メリークリスマス。料理とドリンク取ってきてくれるのはマジ紳士だよね。メリークリスマス先生。パーティーは豪華だよな。料理もすごそうだ。そうそうやらないよね。学校でこんなのないよ。綺麗なドレスじゃ食べるの気が気じゃん。余計な心配だ。お姫様みたい。先生にめっちゃベタも亡命されてる。言えなかった。なんだけどな。普段調子いい。そうだね、確かにここぞって時には聞かない。行ってくるわ。スーツにタートル。あんたも食べてみなよ。いいな、ケーキバイキング。私も食べたい。ケーキバイキングがあるなんて最高すぎるじゃん。年に一回最高だね。まあそれは量でしょう、さすがに。おほほほほほ。アンティークのジュエかわいいね。絶対見た目見てないけどかわいいと思った今。本当に、まあ、いいね、アンティーク好きなんだよな。だな、どうぞ。多分好きだったはず。すごいな。よかったよかったよかった、合ってた、よかった。バッチリバッチリです。じゃあクリスマスパーティー、これからおじいちゃんの代わりに店番。店番か。最後、高校最後のパーティーもこれで終わり。うん、楽しかったな。確かに、お仕事一緒に手伝いに行く？来たんじゃない？違う。気になってきたよね、やっぱね。いらっしゃい。何かご用ですか？おお。ちょっと手の角度が不思議だけど、服はいい。のかな。わかんなくなってきた。そっか、古いけどいい品だよ。アンティークっていうよね。ありがとな。これいいね、手顔がいいですね。クリスマスイブ限定の二人の骨董店。おじいちゃんいないの？少しだけ営業時間延長だ。骨董屋さんか。そうそう手が出る金額じゃないけど。見るのは楽しいよね。遅くまで付き合わせてごめんな。お、今日のお前、骨董店の奥さんにしては、もう完全にもう骨董店の奥さん。
結婚近い近い近い、もう結婚になってる。えまたリョウ、クリスマスだしいいだろ。もうお互い付き合おうとかなしに、もうリョウはちょっとね、なかなかに攻めすぎですね。二度目。これ12月24もさ、約束したんだけど、どうしよう、服が困った。服に困っている。で、多分私アクセサリーで無理やり、ほら、小悪魔に持ってってた気がしたからこれで。遊覧船は前乗ったよな。歩こうか、せっかくだし。あそこ落ち。何の目的もなしに歩くの。のんびりお散歩できていいね。よかった。よかった。もうなんか笑顔の具合でなんとなくさ。手繋ぐか。わかるんだけどさ、ちょっと焦るよね。お前のその顔、俺と同じくらい楽しめた。な、まだ。もちろん。なら。だって今日クリスマスイブだよ。イブイブだよ。ほら。おお、来た。見えてるよ。お前も込みで綺麗です。ちょっとイブデートとかできたんじゃない？クリスマス衣装で店番してくれた俺。街の情報通ならし。やったー。これは羽ばたき師の人に言わな。いや、やっぱ去年もなんかクリスマスのさやつあったかもしれない。それを取り逃してるのが卒業式見えてきたな。確かにもうすぐ卒業だね。あと3ヶ月か。10年間全く会えなくなったり、3年間同じクラスになったりさ。俺たち差が激しすぎてさ。まあこの後どうなる。寮からしたら落差が激しいよね。怖いよな。私も今エンディングがどうなるか怖いよ。今さらそん…髪いけっかな。開けた。どうしますか。勉強しますか。どこまで上がるかな。はい。どうもしない。開いてるよ。じゃあどう。行く。行く行く行く。了解。バス停で。もう待ち合わせすぐ忘れちゃうから。ストレスギリだな。いやー、服装どうやって変える。ガーリーになっちゃうんだよね、これは。怖くも、あ、いけますいけます。一つ変えるという安易な方法でいきます。大丈夫、これでもう変わったと思ってくれるから。たく、なんだその服。そんな、この前も着てた。え、気づかれた。インナーか、あれインナー変えたんだし、ちょっと見てみない。オーケー。インナー変えただけじゃバレちゃった。これでいけるとか言って、いけなかった。結構オリジナルグッズ出してるんだな。かわいいパンダのスリッパだって。ヒョウ柄のレギンスだ。動物クッキーがあるよ。え、わかんない、どれだよ。ヒョウ柄レギンスはちょっとなんか違う気がする。こっちか、こっち。これか。お前は可愛いのを踏んず。ダメ。マジか。お前と、ありがとう、ダメだったのに。可愛いの踏んづけんのかとか言って。そういう発想にむしろなる。ねえ、そんなことある。今さらそんな気使う。どうした。タッチでごまかしていい。連れてだって、かわいいパンダって、普通にパンダかわいいじゃん。ダメ。開けまして。もちろん行きます。オーケー。そしてここで神様にね、神頼みしなきゃいけないんで、学力ですね。学力を神頼みしてあげて、あとはひたすらに運動かな。振り袖。なあ、誰にもっていうか、誰にも見せたくないな。いいか、転んだら。はい。
今年はもうあの恋愛は大丈夫、学業成就です。どれくらい上げてくれるだろう、ここが問題なんだよな。どれくらい上げてくれるだろう、150はなきゃダメな気がする。おみくじも大好き、もちろん引いてみようよ。そうだよな、大げさなやつ。私もでもわかる、それは神社に来たらまずおみくじは絶対引く。ちょっと後ろに見えるお守りも可愛いのありそう。大凶俺たち二人で、で大凶と大吉でちょうどいいかな。大凶とかあったんだ。最後だね。なんか変わったな。降るかもよ。滑って転ば。俺、お前と並んで歩いてるんだな。すごい、もう超ド直球。ド直球でね。小一か。でお前の前を走ってた。でも高校に入ってからは隣のお前が気になって、昔の感覚とはだいぶ違っててさ。大人になったんだね。いつの間にかあの頃に戻ってた。意識せずに歩いてる。ついてくのがやっとかもしれない。そうか。じゃあ問題はこの先。この先、そう、この先が問題なの。俺たちの距離感の話。そう、これから先が問題なの、すごく。あ、やばい。寝るわ。ストレス90はまずい。さすがに。あ、ハチもあるから、寝とこう、ここは。寝といて、ちょっと、あー、でも学力もやばい。もう、どうしよう。勉強ダメだな。健康か、行楽か、運動するか。勉強、あ、間違っちゃった。おやっちゃっちゃっちゃ間違っちゃった。おしゃれじゃないよ今。一緒に帰ろう、みちる。もちろん。やばい、間違っちゃった。みちるにしようと思ったんよ。勉強ちょっと上がるはずだから。失敗した。どうしたの？あ、いいよ。よかった。いいよ。行こう行こう。そうそう、ミチルとのデートだからね。マリー。星座？星座のチャーム。受け取る。もちろんでしょ。せっかくプレゼントくれたのに。星座のチャーム絶対かわいい。お、勉強ありがとう、ミチル。助かる。間違えたとこだったの。めちゃくちゃ助かるよ、みちる。ありがとう。マジで感謝。みちる、ひかりん。言い方。ね、わー、何はみ出てるの、ハンバーガーから、これ。うどんバーガーなんか、うどんバーガーかな、これ。日曜日か。本当はデートも誘いたいんだけど、本当にギリギリなんだよね。やばい。あ、よかった。誘いに来てくれた、空いてます。行こう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 。了解。羽ばたき駅でね。じゃ、よかった。これ誘いに来てくれるからいいよね。デート誘う手間が省けます。運動がやばいかな。どこもゆっくり。よし、水族館。あれ全部もう見たな。普通の水族館行こう。安心のせいよな。はあ、もうこれはもうわからない。うん、映画館のスクリーンみたいだね。してみよう。お、なんか。お。やっぱり。よしよし、前回の何とか取り返した。なら。あとは、運動、学力がもうすぐ上がれるから、学力上げきっちゃおうか。あ、占いは？お、いいじゃん。勉強ちょうどいいんで、3週ぐらい勉強でいければ、150は超えそうだな。150で足りるかな。あ、本田くんだ。一緒に帰ろう。うん、顔がすん。うん、でもちゃんと笑顔でいいよって言ってくれるのが優しさ。寝といて、一気に学力上げて、その後に運動。
お、七つ森くんはそうか、バレンタインの前だったっけ。プレゼントはもうどう考えてもホームシアターキット。白髪染めはまだ早いでしょ。ホームシ、どう考えてもっていうのもおかしいけど。相変わらず声で。お誕生日プレゼント、それはどうも。どう？おお、えらいぞ。ミッション大好き。お、喜んでくれた感じ？よかった、喜んでもらえて。ちょっと心配だったんだよ、だいぶ。ちょっとじゃないわ、だいぶ心配だったの。これ勉強一回しちゃえば多分150はいける。いや、しちゃえば勉強。で、こっから運動上げてこうか。こっから健康ちょっと良くなるから、運動を上げたいね。いや、一回記者活動し、いやー微妙、運動しよう。悩む。勉強下がるんだよね。全然よ、あ、本当にバレンタインが近い。どうしよう、私も用意してない。まあ、高級チョコとかは全部買っときます。ギリも買っときます。ギリチョコをあげても、なんか喜んでくれる人にギリチョコをあげよう。とりあえず、ベースのチョコを選びます。今回ピンク攻めしてみようと思う。とりあえずピンク塗っときゃキュートになるんじゃないか説。わかんないけど、対照的にね、ちゃんとつけていくよ。今回はもう前回汚かったからさ、さすがに攻めてこう、同じ位置にクリームを置く。真ん中がずれてる。これやり直しとかさせてほしいよね。で、次トッピングの変更。もうなんかとりあえずピンクにしとけばさ、なんか可愛くできるんじゃない？ピンクと白ならキュートなんじゃないの？あ、ちょっとつけるとこ失敗しちゃったんだ。この間らへんにこう片側につけるっていうこうおしゃれな雰囲気。知らないですけど。これ書くの下手なの。どうやったら上手に書けんの？ L, O, V, E。四角くやっていけばいいんじゃない？ L, O。四角でも下手。V。 E。 Love。 下手くそ。ちょいってこういうののさ、ほんとセンス出るよね、このセンスのなさ。どうしよう、カラフルチョコとかつけてもキュートならないかな。もう何でもとりあえず銀のアラザンをつければ可愛いんじゃないかって思ってる私がいる。右側だけド派手ってどう？まあいっか、まあいっか。次にこれ乗せるし。わかんない。でも絶対風間くんはもうなんかすごい風車にこだわってるからこれだ。あ、キュート来た。一発キュート来ました。オッケーオッケー、これでいいわ。女子力いっぱいの出来上がり。そう、女子力いっぱいにした。超キュート、ありがとう。なんか初めてまともに可愛いって言ってくれた気がする。さっさくんはまあなんかそんなに私に対する気持ちは何もなさそうなので、さっさくんで。チョコもらえたら嬉しい感あるかな。ありがとう。これじゃあ一口で終わりだな。ちょっとがっかり感。やっぱギリチョコもらったらみんながっかりはするか。いやでももらえないよりはさ、もら、ナナ君にはあげとく。気候級チョコ。もらえないよりはもらえた方がいいような気もするよね。よ、うん、知ってる。お、よかったよかった。あんたにも分けてやりたいけど。よし、大丈夫。高級チョコで十分喜んでくれたようだ。いや、もうそれはさすがにね。ここで本命変えちゃったら絶対失敗だから。探してたんだよ。はい、チョコ。ま、あったとしても。プライオリティ的にっていうのがちょっといまいち分かんないけど、まあいい。喜んでくれたってことで、去年と同じく喜んでいただけました。よかった。え、いるの？バレンタインにこんな何かあるの？どこにいるの？
俺はもう小学生のガキじゃない。ごめん父さん。だからそっち行ってちゃんと話すよ。お父さん、どうしたんだ。なんかあったね、デジャブだな。ここで父さんと話してるとお前いや、もはやついて回ってるかもしれない。私がイギリス帰るの。ああ、マジで。高校出たら。え、そうなの。ってさ、3年間こっちで時間も。そういうことだったの。お父さんたち来るんじゃないんだ。本当は1年の夏に帰って、なのに保険ばかりかけて踏ん切れなかった。でも1年ぐらいで帰れないよね、きっとね。こっちに気持ちが残さない。失礼だし。それにまさかのここで。だから行ってくる。マジか。そんな感じ。約束。また話す。オッケー。なんかもう告白されたみたいな感じ。じゃあな。あー、りょう、マジか。え、もういなくなるってこと？どうしよう、勉強もあげなきゃいけないし。待って、りょうがもういないの？あ、まだいる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 。どのタイミングで行くの？ちょっとちょっと。でももうなんかもうあげなきゃいけないステータスがありすぎてそう、運動上げると学力下がるし、ほんと大変なのよ。もう道彦とのご飯もあと数回だね。いや、楽しくなり。せっかくいつも誘ってくれてありがとう。こっちから一回も誘わないで、ほんとに、ね、いつも美味しそうなご飯を見せてくれてありがとう。今日もなんだろうな、焼きそばなのかな、うどんと、うどんと何、片焼きそばなのかな、あれは。あんかけ的な感じなのかな、なんかパリッとしてそう。大学受験します。一流受けれる。多分二流ぐらいな気がするんだけど、二流ぐらいにしとく。一流受けるだけ受けてみる。浪人、浪人するかもしれないけど。いけたか？一流いけたかな？ちょっと無理っぽい気がするんだが。だいぶ運動も上がったね。一回この辺で寝ときます。本当は最後にデートをしときたいんだよね。ずっとこんなステータス上げで終わるなんて切ないじゃん、だって。今日で高校生活、ちょっと待って。卒業式が思ったより早かった。デートする間もなかった。え、やばい、終わったかもしれない。校長先生、ありがとうございました。諸君。卒業おめでとう。ありがとうございます。確かに自信が加わってくる。それは仲間と共に過ごした3年間が正しかったことの証明であり。飛び立て。羽ばたきだからね。羽ばたき学園だからやっぱ飛び立たないとね。飛び立て！いい声でいいこと言いますな。今日でお別れだね。もうちょっとあると思ってた。間に合わなかった気がする。3年間入学したばかりの頃は長いなって思ってた。あっという間だったね。今振り返ってみると本当にあっという間。いや本当にそう。全然時間が足りない。楽しいことも辛いこともいろいろあったな。辛いことはあんまりなかった気がするな。もうそれも思い出の中だけのものになっちゃうんだ。まあ、その思い出があってこそね、頑張れるってもんですよ。羽ばたき学園での素敵な毎日、私絶対に忘れない。ありがとう。私もありがとう。いや、最後どうなるんだろう。卒業までには帰るって言ってたのに。もしかしてあそこに。いるかな？いなかったらどうしよう。連絡くれてもいいのに何かあったのかな？え、待って、いないかも。終わった。え、今。教会の鐘。あ、ほら、鐘の音。また聞こえてきたよ。リーンみたいな。りょう！聞こえたのこっちだと思うんだ、俺。来て。幼き頃の寮。たくん。え、何か幻を見ている私。ここ、古い教会なんだ。
今は使われてないんだって。もうなんか使われてない教会から鈴の音はロマンチックよりどっちかっていうとホラーになりそうだけど。開いた。ちょっとドキドキ。ちょっと待って、本当にドキドキしてきた。誰？あ！どうして？慌てて空港から学校に来た。そしたら鐘の音が聞こえてさ。導かれてる。え、私もだよ。亮太の幻も見た。あの頃の俺たちが力貸してくれてるのかもな。過去の自分が。次は今の俺たちの番か。俺さ、おじいちゃんの店で3年間修行して、うん、イギリスに帰る約束だったんだ。うんうん、なるほど、そういうことか。え？でも入学式の日、あの坂でお前の眩しそうな顔を見たとき、そんな約束一瞬で吹き飛んだ。懐かしくて嬉しくて、でも悔しくて。リオ、大好きな子と引き離されたあの感情と記憶の中のお前が溢れてきてさ。大丈夫？想像と違う気がするけど。幼稚園のさつまいも掘り、あの日の泥で汚れた全開の笑顔。幼稚園の記憶もだった。幼稚園の運動会で負けた俺と一緒にいてくれた泣き顔。この教会で俺の風車を吹いてる真剣な顔。結構子供、本当に子供の頃。あの日から俺ずっと父さんとおじいちゃんを騙してたんだ。こっちに残るって言い出せなくて。まあ言い出せないよね、そりゃ。でもやっと小学校1年生だもん。だって話してきたよ。うん、これでやっとお前に言える。おお、ノン、もしかして。出会った日からずっと、離れても再会してからも変わらなく好きだ。キャー俺と。ごめんごめんごめん、今いいとこ。結婚してください。付き合うじゃないの、もう付き合ってたの。結婚してください。ちょっと待って、これどうし、ちょ、ごめんなさい。まあまあ、ないとして、はいと、ちょ、これ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 いいですか。ちょっと行きます。で、誓いのキス。ロマンティック。発言がロマンティック。いつもそう、いつも思っててくれてるのめちゃめちゃ伝わってたよ。願いが叶った。カズアグルマの願い事。ごめんね、分かってないんだ、この子。この思い出があったから俺は向こうで踏ん張れた。そうなんだ。でも支えにはなってたんだ。いつも元気で幸せで、それで結婚できますように。え、今って、待って、今空耳なんか絶対に違う、子供の声と聞こえてたから。あ、子供の声と被ったんだ。できたね。そうだ、これキャー、お前の髪飾りに似てるだろう。似てる、すごく似てる。イギリスに行ったばかりの頃見つけて買ったんだ。買ったんだ。いつか絶対お前に渡すって。リオ、ありがとう。つけてやるよ。誓いのヘアピン。今度は俺が誓う。もう二度と離さない。もう完全に二人の世界。ひゃー。
おめでとう。鐘が鳴った。鐘が鳴ったね。俺たちのウェディングベルだな。ウェディングベル。早いよ、気が早いよ。でも、よかったよかった。うまくいってよかったです。ウェディングベルのような優しい鐘の音、あ、噛んじゃった。鐘の音に包まれながら、私たちは結ばれました。教会のステンドグラスに書かれた、王子様とお姫様のように、見つめ合い、慈しみ合いながら、ずっと二人で歩んでいきたいと思います。卒業後、私は寮と一緒に一流大学に進学。行けた！受かった。寮は、おじいさんのお仕事を本格的にお手伝いしています。先日、二人で店番をしていると、お客さんに、若夫婦みたいと言われたことがありました。寮は、みたいじゃなくて、夫婦です、と冗談っぽく答えていましたが、私には小声で、家族の前で結婚式を挙げる前に、もう一緒に住もうか、と真剣に言ってました。もうならラブラブ。これからも共に時間を過ごして、喧嘩したり、笑ったり、新しい思い出がたくさん生まれるでしょう。そして、いつか二人が将来を誓い合う日には、盛大なウェディングベルに祝福されたいです。手紙かな？あの日の春のそよ風のぬくもりや、鐘の音を思い出しながら、変わらない永遠の愛を。ああ、よかったです。いいエンディングだね。最後にこうちょっと手紙風なのもいいね。ときめきメモリアル。ガールズサイド、フォースハート。はい、無事エンディングを迎えることができました。いやー面白かったですね。ちょっと多分音楽は今出せてないかな。ダメそうだ。ちょっと音楽だけ切ってるんですけど、いやーすごい楽しかった。久々にときメモやった。これ結構ね、ちょっと前、2年3年近く前に出てるゲームなんで、最新作が今これが一番新しい最新作になるんですけど、もともとときめきメモリアルは本当に一番初期のときめきメモリアル、藤崎しおりちゃんですねがメインの時からやってて、いやー面白いね。なんか本当それぞれのストーリーがあるのがすごく面白いですね。今ちなみに私がこれやり始めて、うちの娘、一番上の娘がね、ハマっちゃってね。はじめ、恋愛ゲームとか言ってたのに、もうやったらハマっちゃって、私よりクリアしてます。私これ結局この動画投稿の時しかできてないんで、まだ量しかクリアしてないんですよ。これ今クリアね。今したばっかりなんですけど、しかできてなくて、でもうちの娘はもうほとんどのキャラを攻略し始めております。はい。娘母より強者です。はい。で、なんですごい進んでますね。いや、これはめちゃめちゃ良かった。こんなこともあったね、りょう。いろんな場所行ったね。いろんなところでいろんな場所で遊んだね。すごく楽しかったよ。ありがとう。いや、やっぱりいいね。このシリーズもののやっぱ出来はもう最高だね。ちょっと遊びがあるのも好きなんだよね、このゲームって。何のどれだったか忘れたけど、途中でそれこそモブみたいな子と一緒にこう仲良くなっていくっていう話とかもあって、2だったかな、忘れちゃったけど、最高だね。クライウェアさん、ありがとうございました。いやもうラブラブなんよ。もうなんかこう、あ、2021年、そうだね、もう3年前かになるのか。なんかもうね、見ててキュンキュンしちゃう。青春を思い出しちゃうね。
イケメン、イケメン。これ正直男女共に楽しいと思うんで、ぜひやってみてください。女子のゲームだと思うじゃないですか。男性も絶対面白いです。ぜひやってみてください。幸せにな、リョウ、ララ、どっちだ、名前ノンか、ノン。いい絵ですね。いやー面白かった。ちょっとこれ一周では終われないので、またやります。卒業おめでとう。いやーこの最後好きかも。ホタルいっぱい見たよってバレバレだっつーの。同窓会で会おうぜ。羽学の男子も狙っちゃえ。いたの羽学、ガススタにいる。ちょっと待って、なんか今書かれてた。ガススタにいるよ。羽学って何。このままさ、新婚旅行行くか。うわーいいね。最後のボイスも聞きました。ありがとうございます。なかなかもう一周しただけでもかなり満足ですが、またこれはやっていこうと思います。ときめきメモリアルガールズサイドフォースハート、まず一周目りょうたくん編がクリアです。風間りょうたくんクリアしました。またね、ちょっとすぐ出せるかわからないんですけど、まあもうまだ一周しかやってないんで、そのうちまたやっていこうと思います。また違うこの攻略をできた場合には動画に上げていきたいと思いますので、ぜひねお楽しみにお待ちください。今回エンディング幸せでよかったねって思った方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またねー。